はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の群数列丸4をお送りします。で、これで群数列最後です。で、前回の丸3と似た問題になるんですが、今回も問題演習、大きな問題1問でその中に小問2問とやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、ぜひね、1個前の動画、群数列丸3の方をチェックしてもらって、それができるってなってから見ていただけると個人的には嬉しいです。まあ、その方がね、吸収しやすいと思うので。で、前回同様、この分数のが並んでおります。で、丸1、丸2みたいに群が切ってないんで、自分で切んなきゃいけない。で、前回の場合は分母がね、明らかに1、2、2、3、3、3ってなってるから、あ、そこで蹴ったらいいやみたいな、わかるんですけど、これ若干ちょっとわかりにくいんですよね。1、2、1、3、2、1、え、何みたいなってなっていくんですが、まあ、これどこを切るかっていう、まあ、そこからね、行きましょう。じゃあちょっと、あ、上すぎた。まずね、群を並べて規則を見つけに行きます。2分の1、1分の2、3分の1、2分の2、1分の3、まあ、この辺までしょうか。で、ここは好みに分かれるんですけど、俺はね、基本的に分母をチェックして、まあ、見つけるかなと、群は。で、今回はここ1で切ります。で、ここ切ります。で、特徴としては、1、2、1、3、2、1、4、3、2、1、だからこっちも5、4、3、2、1ってなっていくので、まあ、そんな感じになっていきます。まあ、群を切るとしたらね。で、上に群の数字を、群と、項数がね、書いておくと、まあ、第1群、第2群、第3群。で、項の数は、1個、2個を、3個をと、まあ、4個になってるからね。まあ、一番シンプルで分かりやすい関係性にはなってます。で、まず1番が22分の5。こいつが第何個、どこにあるのっていうのを見つけに行きたい。で、前回の時は、あと前回の動画ね、の時は、9分の5かな、確か、を探したんですよ。で、分母が1、2、2、3、3、3ってなってたんで、第3群の分母が3って分かってたから、じゃあ9分のって言われたら、あ、第9群ですよねってすぐ分かった、群がどこかっていうのが。で、これね、結構間違いやすくって、22だから、でも結局、2、1ってなってるし、3、2、1、だから22も22群なんじゃないの?みたいな感じで言ってしまうと、そこでミスになると。で、これどう見つけるか。まあ、多分それぞれ見つけ方あると思うんですけど、自分だったら、これね、上と下、分母と分子、足すと27じゃないですか。これ見ると、1足す1、2なんだ。これちょっとわかりにくいけど。こことか、両方足すと3になるんだよね。ここ、4、4、4なんです。分母と分子足したもの全部一致するんです。これ、群の中身。で、ここは和が4なので、足したものが、群の数字より1大きくなる。ってことは、22分の5っていうのは、どこにあるか分かんないけど、ここに所属してると思ってください。22分の5。っていうのは、足したら27なんで、ここ。26群に所属します。なぜなら、3群だったら和が4なの。3の時4なんだよ。26の時27になってほしいんで、あ、こいつ26群にいるじゃん。っていうことがわかる。で、その、どこの群にいるのっていうのさえ分かってしまえば、あとは、じゃあここの、25群まで。ここまでに何個あるのって。で、あとは数えるだけだから。で、それで解いていけばいい。だから、まず25群まで、ね、項数がいくつかってことが分かりたいので、25群までの項数は、シグマ、K が1から25まで。で、結局、
1,2,3 で25群はもちろん項の数は25項なので 1+2+3 指定数のやつだからシグマ K を求めればいいと。前回と同じです。ここはでシグマ K は公式で2分の 1N N 今25ねプラスカッコあとかかけるかかけるカッコ N プラス1なんで25に1足して26とこうなります。で約分して13だからちょっとごめん暗算が無理だった。25かける13やると、325っていうことがわかります。なので今わかったことはここ、25群の3最後が325項目なんです。ここじゃあ、あと地道に数えます。でどう数えるかっていうと、ここが今325項目だと思ってください。次26群スタート何かっていうと、これ2分の1 3分の1って始まってるから絶対26分の1なんだよね、スタートは。で次は分母は減って分子が増えていくっていうこの法則になってるでしょ。だからって考えていくと、ここで出てくる22分の5。あとはアナログに数えていって326、27、28、29、30って分かるから、よって第330項と、これで終了となります。いいかな。ごめん、ちょっとこれね、右の板書の方に切り込みたくなかったな。ちょっと下に移していい？失礼しました。なのでもう一回、第330項ですね。こんな感じになります。あとは数えるだけですね、最後は。で、22番じゃないよ。2番行きたいんですけど、ちょっとね、焦点合わせちゃいますね。で、2番もですね、前回の動画のね、丸2とすごく似てますけど、まあ、この数列、じゃあ今度、100項目がいくつか、それを求めてくれという問題になります。で、やり方は同じです。前回と同じ。で、どう考えるかっていうと、100項目、これが、N 群にいるとします。 N 群に、だからちょっとこれまた伸ばしますけど、ここに N 群があって、1個前はもちろん N-1 群です。で N 群にいるってなったら、この前100項目だからちょっと100って書きますね。こいつがいるとします。ここ以下でここより大きくなるって考えます。項数の数がね。だからもし N 群の、ね、和がここまでが130項目で、ここが90項目とかに分かってればその間にいるじゃないですか、100項目がね、 N 群に。だからまずここです。ここまで、ここまでの和っていうのは結局1から1,2,3足して N-1 まで足したのがここの項目になる、ここ番目だね。なのでシグマK が1から N-1 の K で、これより大きくて、この100がね、大きくてここっていうのはシグマ K イコール1から N の K になります。まあこれ前回と同じ説明なんだよね。ちょっとはしょり気味で喋りますけど、でこっちはイコールを入れると。なぜならここが100になってもいいから、 N 群にいるからね。でもこっちが100になっちゃうと N 群にいないことになってしまうので、ここはイコールを入れませんと。で、これを公式なんでね、やっていくと、こっちからのいいか。これも素直な公式で、2分の 1N カッコ N プラス1。で、100が来て、こっち、上が N-1 になったら、公式を若干変形した、こうなる。で、全部に2をかけて、200で、こっちがこうなる。でも前回同様アナログの作業です。これはこれを生み出す N を見つけようとします。で結局この N と N プラス1っていうのは連番です。10と11みたいな。でこっちも連番ね、引く1だからこれは10と9とかになりますけど、
で、それをかけた時に、まあ、200をね、ちょうど間に挟めるのどこかなって。で、まあ、地道にやるんだったら、例えば、まあ、10×11 だと110で全然足らないんで、まあ、じゃあ 14×15 とかやってみるみたいな。やってみます。で、ここが、14と、こういうイメージ。N に14入れてみたよ、みたいな。で、やってみると、これ、70で、あれ？うまくいった。210になったね。で、こっちに210なって、で、こっちも同じ14と13かけなきゃいけないから、まあ、いけるよね、これね。32で、42。182だから、合ってるか？大丈夫ね。なので、ちょうど挟めた。つまり、N イコール14。これを満たすのね。というのがわかります。一応、これを満たすって書いておくか。まあ、いいか。なので今何が分かったかっていうと、100項目は14群にいることが分かったんです。で、どうするか、あとはこっちと同じで、じゃあまず13群のここ最後が第何項なのかを調べます。あとは数えるだけだから。なので、13群までの項数は、下入るか、あ、いけるね、あ、いたたたた、ごめんよ、シグマ K イコール113までの K です。結局まあ 1+2+3+13 までだからね。今ここ13だから。で、やると2分の1 13 14で7になるから、91か。つまりここが今91番目でしたってことが分かりました。あとはアナログです。最後数えていくと、つまりここ今91番目ねって分かったんで、次92、ちょっと90の得意だよ、3 94 95 96 97 98 99、ここに100番目があるから、で、地道に数えていくと、まず、これ14群って分かってるから、スタートが14分の1って分かってるでしょ？で、あとは、下は減る、上が増えるってなっていくと、3、4、5、6、7、8、9、上は9です。で、下減ります。12、11、19、8、7、6って分かったから、6分の9。つまり、答えは、ここでいい、6分の9でしたと。これで終了となります。まあ、これ約分しない方がいいですね。もともと2分の2とかで全部約分しなくなっているので、このままの形で答えましょうといった形で解いてみてください。では今回は高校数学数 B の偶数列4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から変わって全科式が始まります。で、これもちょっとまたシリーズでやっていくんですけど、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。